やってていいのは1年生までだよね。ねえ。まだロブレ。あいつだけまだロブレ。メンタル高くなりそう。あれでか、ピヨシまだメンタル SS 行ってなかったな。わからん？まあいいや。手応えを感じている。まあ、そりゃそうよ。手応えを感じるっていうか、感じざるを得ないよね。あ、真田が化け物とかした。やめちくりー。限界が近いんだから、真田さんは。限界が近いっていうか、俺みたいに今みたいな、ガッチガチの上げ方をすると限界が近い。あ、これは雪村さんが出てくるイベントだね。これ。しかし、我が一階だ。雪村に比べたらまだまだだがな。あいつは本当にうまくチームをまとめる。ああ、雪村さんとかいう人？もう戻ってきてんの？ああ、まだプレイは止められてるみたいだな。そらそうよ。五感奪うようなやつにテニスはやらしちゃダメよ。たとえテニスだったとしてもダメよ。気合い入れて走ってんな、トベ様。フットワークだけ悪いんだ、トベ様って。いいように見えるのは俺の気のせい。言うてピヨシの方が悪いっていう。さて、で、こっからは残り5周まで、普通にね、普通に遊びに行くんだけど、力はついてきたと思うが、うわ、今一歩抜け出せない気がするな。何が足りないというのだ。全部だよ。てめえには殺意が足りねえんだよ。さあ、もう限界来たからね。そう、真田はね、SSSSSSS になると止まるんだよ。そう、それは覚えてる。あぶねえ、ちょっと待って、マイクがすっごい今不安定。プレステの位置も悪いんだけどさ、とりあえずはなんかマイクレベル下げたら音が不安になってきた。まあいいや、そんなゲーム音量でかいゲームじゃないしな。とりあえずは普通の人だったらここで特別練習開いて真田の限界を突破するんだろうけど、俺はそんなにめんどくさいことはもうしたくないので遊びに行きます。いや、オフの作業でね、結構やっちゃって、まただよ、また河原だよ、しかもまた真田だよ。やはり俺とお前が組めば資格はないな。これは本番で組むことも考えておいた方が良いかもしれん。お断りします。リーダースキル使えないんで、一眼も使えないんで、つまんないんですよ、はい。さ、殺意を芽生えさせようか。絶望へのプレリュードとかもいいんだけどね。ナックルサーブですよ、まずは。で、ベ様はもうちょっとスタミナ上がりそうだから、スマスレンスでも捨てて。何言ってっかわかんねえわ。どうしよう、戦国さん何あげるのがいいんだろう。でも走ってろお前は。スマッシュスマッシュロブ。ピヨシ君これ大丈夫かな、不満言わないかな。まあいいや、不満言ってきたら不満言ってきたで引っ張ったくからいいや。ピヨシ君が限界を迎えたことがまず俺ない件について。いや、上がるかな今回で SS まで。おいった、オッケー、ピヨシナイス。しゃあ、ナイスだぜピヨシ。ピヨシよ。はい、ナックルサーブを回した。ショットがね、なんか2個あるんだけどね、グラウンドスマッシュと、なんて読むの、ガリューだって。ガリューとエンハ、エンハって読むんだ俺。細かすぎて何も見えねえ俺。目悪、ガンガン行こう。で、こんな感じあるんだよね。で、ビギ A がコードボールからの連続攻撃。で、ビギ B がコーナーショットからの連続攻撃。で、破滅へのロンドがスマッシュからの連続攻撃。え、何これ。後輩へのコンセルト。
パートナーカバジ限定かよ。もうね、面白いんだよ。ここにさ、試食条件、後で専用技ですって書いてあるでしょ。書いてないんですよ。絶望へのロンドと、絶望へのプレリュードは。これ、もうこの2つはテクニック S か、パワー S になってれば、もう誰でも打てるっていう。どういうラン？まあいいや。外す必要もねえしな。間違えてキャンセルしちゃったしな。で、遊びだな。俺ね、今俺分かったわ。100なんねえわこれ。未だに100になったことがないんだよね。お前行く必要ねえじゃん。ピヨシに行かせろよピヨシに。ざっけんなよ。おい。仙国さん、仙国さん、あのもうちょっともう今日いいんで。教員で、あの一人でリーダー練習とかやっててもらっていいですか。あのベ様はそっちサイドには行きたくないらしいんで。もう迷う。別にお前はどうでもいいんだけど。ベ様は何？筋トレがいい？筋トレがいい？筋トレか。そっか筋トレか。分かった。筋トレをやらそう。なんか知らんけどいい感じに龍馬くんが筋トレになってるから筋トレでいいや。で次よ。次はもう殺意の技といったら、まあ、バーニング波動球とかグレート波動球とかでもいいんだけど、何がいいかな。なんかあれなんだよな、なんかね普通に当てに行くやつでもいいんだけど、その程度か小僧とかいいね。逆だ小僧とかもいいんだよな。この辺全部白菜の技なんだけど、白菜っていうか阿久津のね技なんだけど、面白いね。月の落としって誰の技？知らないな。キバズキとかもいいな。金殿キバズキ。あどうしよう。あん？あ待って。そっか。うん。あ、いいんだ。ナパームを覚えたんですよ。ナパーム。ナパームね。はい。ごめん。ちょっとなんか今勘違いしてたわ。まあいいや。本当はね、もうちょっと早く、もうちょっと早くっていうか、本当は限界突破させて、どっちか SS にさせてからでもは、ってからバゾンボさせるんでも全然いいんだけど、まあ今回は特別ってことで、なんかよく上がってるしね。あれまだテーピングなくなってるよ。あとでそれとピヨシ。俺様がパシリかよ。俺様がパシリかよ。まあいい、うせ、さっさと行け。俺がパシリかよ。まあいい。お前ら同じこと言ってんじゃねえぞバカが。行け。てかさ、真田と越前の間めっちゃ仲良かったよねさっきね。不思議とそんな気はしてた。あーそっか真田、あーそっか、ね、さっき外しちゃったね間違えて。パーナパーで、あとはアデューを覚えちゃって終わりかな。アデュー好きなんだよ。レーザービームっていう技がありまして、誰のだ、誰のかは知らないんだけど、誰のなんだろう。検索知ってる人ならわかるんだろうけど、俺まだ最後までアニメすら見てないからさ、時間なくて、だからわかんないんだけど、アデューっていうのがある。これでしまいだ、アデュー。それをね、アトベ様とかサダミンにかっこいい。おい柳沢、あいつにアーマでされちゃ俺様も負けるわけにはいかねえな。そいですか。アトベ様の練習効率が上がったでごわす。じゃあ筋トレで SS にして。はい、それ以上あなたに言うことはありません。でお前さ、
ねえじゃん。サナダくらいだよ、技を覚えさせる暇あるんだ。デスマッシュはもう覚えさせたから、あとはアデューを覚えさせるぜ。アデュー、アデュー、アデュー、あとないかな。あ、テイム法とかでもよかったな。殺意マシマシでいくか。これね、今別にネタに走ってるわけじゃないんですよ。普通に強い技を選んだ結果、転移無法になってるんだよ。クー、アドベスのクーだ。なんかイベント起きたぞ。あ、誰だ。ピヨンシー多いな、このイベント。なんだろう、これね。なんか公園にお化けが出るっていう噂があるらしくて、でそれにピヨシがビビってるっていうエピソードなんですけど、まあ事実無根、まあ事実無根ではないが、ろくなイベントじゃねえ。ね、まあ行く行く、ほら分かった分かった、行く行く、はいはい、頑張ろうね。はーい、負けましたね越前くん。さてはクール、まあ二つ戦国さんの方が高いのか、謎だな。戦国さんの方がないけど、エンハを外してテイムをつけて殺意だけ、もうこれだけで殺意だけ。これテイムも面白いんですよ。ストロークから繰り出される強力ショット、打ち枯らしたプレイヤーの気力と体力を奪えます。ラリー中ドロップスマッシュ以外のボールに対し技ボタンバッと出しやすくていいんだよ。ただ下手すると返された時にクソほど画面が見えづらくなるっていう決定的。大会まであと5週間か。そろそろ実戦に備えた練習とかしとかないといけないな。そうかい。もう別に練習試合は十分やったと思うけど、遊びますか最後の最後まで。俺今さ、戦国さんすっごい欲してるけどさ、大丈夫かな。あ、アクロバティックマン、あの行け、アトベ前がナンバーワンだ。はい、アトベ、アトロ、アクロバティックアトベ、やったぜ。アクロバティックアトベだよ。はっちゃけてるわな。アトベ様、なんで練習効率上がったの言ってないんですか。でショット系はもういいかな。いや本当はなんだっけ、レーザービームか。あれレーザービームって、あーでもダメかな、多分発動位置は一緒なんだよな。転移無法は確か全部の場所で出せちゃうから、レーザービームがベースライン、違うか、サービスラインより後ろかって打たないといけないからね。諦めよう、諦めて何つけよう。これすごいんだよね、ホーネットアサルトとホーネットグライド。前後にすっげーうろちょろうろちょろするの、すっげーイライラするの見てると。馬眠り、何がいいかな。こういうのとかも覚えさせたら面白いんだろうけどさ、言わねえんだよな、固定の言葉がないからさ、あんまり見てても面白くないっていうか。荒れるぞ。今宵の真田は荒れるぞ。あとアトベ様、アトベ様、あでもアトベ様さえせめて SA にしてほしいな。で、こいつもスタミナ SS になってパワー S になるし、ピヨシはフットワーク A B か B になるし、お前は全部上がるだろ普通に考えて。ピヨシ怒んねえかな。
あ、行ってきそう。どうしよう。あ、大丈夫かな。夕方のやつだから。飯だろこれ。この間公園は、あ、こっちか。急いでた。ああ、公園はきね。ベサマ、そういう噂聞くんすか。出るって幽霊のこと。そんなのいるわけないじゃん。まさかそんなのにビビって急いでたの。ビビビビビビってなんかねえし、ビビってないし、ビビってねえし。確かめに行こうぜ。ビビビってねえから。うせ早く行くぞバーガー。どうせ多い人かランマル、ランマル聞くまるだったわ。なんでランマルって言うんだろう。あげず嫌い。あー微妙。そっか、なんかねこれね、どっちかっていうとあの的にかけられたやつより一緒に行ったやつの方が引っかかりやすいんだよね。あ、ビューシュクルかと。とセーフ。はい、クソ。吐き出るクソ。死ね戦国。言うて真田と同じ域まで行ってたわ。ごめんなさい。それこそごめんなさい。生意気なこと言ってごめんなさい。すいませんね。で、チケンモード。色物になってくな。でもう一個もう覚えさせるのに決まってるから。どうしようかな。とりあえず今のところは遊びに行く前提で、越前龍馬ムードメーカーを取得した。それ違う。そういうこと言ったアドベ様じゃないの。アドベ様もう持ってたりするのかな、ムードメーカー。お前に覚えさせるもんねえんだよ。筋トレでもしてろ。違う、走り込め。お前は一人で勝手に走り込んでる。別に教える、お前が教えることはもうねえんだよ。お前より上のやつの方が多いんだよ今。でこれ銀貨三芸。あ、ちょっとくっそしょうもないこと思いついたけど、やめとくわ。で、アトベ様には普通にあのかっこいいんだよね。俺多分これアトベ様チームに入れてる時絶対覚えさせる気がするけど、まあレーザービームですよ。戦国さんはね、あれでも覚える、超ダンク。よし君はねサーブがないんだよね。サーブがないからな。使ったサーブが多分身長的にきついから。絶望へのプレリュードだ。あー、もういいんだけど、もうバリシューカットでいいんじゃないかな。そのボール消えるよってやつ。似てないよね。やだよねこの声。クソがよ。今日ねオールで撮ってるからだいぶあのあれなんだけど、あいつ一人で走ってる。銀河三芸レーザービーム超ダンススマッシュバニシングカッツ。よいしょ。ででん、クッソ色物殺人鬼。あかん、これはあかん。でビギエはあの望まずとも外れてくる。しかしビギエってクソだろ。で、超ダンクスマッシュ。で、バンシングキャッツ。ピヨシ君はあと、あの、リターン系覚えたら、もうあの、いつもの練習戻っていいんで、走り込んでてください。お、夕方ですね。今日行ったアクアランドのプール、なかなか良かったね。おい、お前らがアクアランドなんか行くの。絶叫スライダーか。あれは侮れないな。あんなにすごいものだとは思っていなかった。ええ、気持ちよかったですよ。大丈夫それ。ソープとかじゃないの。その年でソープは犯罪ですよ。アクアランド。
解釈によってはソープだな。まあいいや。顔覚えさせるかな。真田はもうないな。どうしよう。レギュラー外しとかももうね、多分あのさっきつけちゃった危険モードのせいでね。あ、でも危険モードは試合を落とした時だからいけるかもしれん。はい。で、何つけようとしたんだっけ。あと上沢は、あ、そう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 、菊丸バズーカ。これもね、固定で技がある技っていうか、な、技名叫ぶやつなんだけど、多分それくらいかな。菊丸バズーカでいいかな。あ、違う、そうだ、お前じゃない、レギュラー外し。あ、もういいや、お前もレギュラー外し覚えてる。じゃあ、そう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 、アトベ様がさ、レギュラー外し覚えてたらさ、なんか現実味あってよくないっていう勝手なあれ。で、戦国さんは、歩法がゴミなんですよ。なので、絶望へのプレリュードでも覚えてください。あ、戦の戦でもいいな。戦の戦どれくらいかくるの？あ、いいや、戦線で。で、ピヨシは、リターン系がないから、リターン、ピヨシはね、リターンとスマッシュ系がないんだよね。はぁ、聞きたいな。ピヨシバズーカ。ピヨシにバズーカを覚えさせよう。そう、アトベバズーカも聞きたいんだけどさ。で、なんか綱渡りで気分的に。練習してるなこいつら、マジで。アトベさんはちょっとだけパワー練習最後にさせようかな。まあ大会始まっても練習自体はまあ一人限定なんだけどできるから。あれ、また、まあ、ここはもう後に入ってきたピヨシと真田あたりでいいんじゃないかな。うるせえ、ゲッパー。俺が買い出しか。別に構わないが、何を買ってくればいいのだ。テーピングと、あとなめこ汁買ってきていいよ。インスタントのやつ。インスタントのなめこ汁買ってきていいよ。あ、限界迎えてる2人に行かせてもよかったかもね。あれ、でもこれ大丈夫かな。今練習に行かせた後遺症で技を覚えられなくなんないかな。貸しなさいよ、主婦。レギュラー外し、レギュラー外し、線の線、綱渡り。なんだこの色物集団は。俺はこんな奴らを作った方がないぞ。二刀流がいらないんで、まず二刀流を外して、で、貸しなさい。あ、パワーアンクル外しが外しじゃない。じゃあいいや。パワーアンクルとか、な。あー、やっぱ外れちゃうのが危険モード。じゃあいいや。ごめんなさらな、無駄なターンストロー外しちゃって。あ、そうじゃん。サナダも菊丸ビールも覚えさせられんじゃん。わあ、もったいねえことした。こいつにも覚えさせ。色物だな。大丈夫かなこれ。あいつは何。はい、ピヨシ君完成。だからね、みんなに同じ技を覚えさせてもあれかなとは思うんだけど、でもね、聞きたいんだよね、ピヨシのバズーカ。ピヨシバズーカ、アトビバズーカ、サナダバズーカを全部聞きたいんだけどね。わすみません、覚えさせていただきます。だって聞きたいんだもん。くっそノリノリで言うさ、アトベ様とサナダ見たくない。俺は見たくない。キャラぶっ壊れんだろうなっていう思いを馳せながらやるけど、売らない。そう、お、ピヨシが全員覚えた。まあ、ピヨシは前衛キャラだと思うよ。前衛で壁沿いパン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 打ってれば勝てると思うよ、ピヨシは。で、エジゼンはダッシュ。なんかもうみんなが技を覚えてる時間帯だったらもう何してもいいから、あの人は。こっちビームにする。ホーミング移動のスマッシュとか。
あーってか、そっか、結局覚えらんないんだよな、アトビ様。スマッシュ系な、スマッシュ系覚えらんないから、片足スプリットステップでも覚える。いや、もうお前も走り込んどけ、あと2週間。迷う、こいつリターンないんじゃなかったっけ。アプリコットリターンとか覚える。これ通常の3倍のリターン。おめえよ。デーピオシバズーカね。はい、あー、どっちにしよう、ビームでもいいんだけど、フォアコートで、こっちが、あ、キクマルバズーカって撃ちにくいのか。じゃあいいや、キクマルビームにしよう。よし、これでいいや。いや、阿久津にね、バズーカを覚えさせた時がね、面白いんですよ。あれは今世紀一番笑える画像な、画像じゃない、動画なんだ、動画になるんですよ、ほんとに。あーやだこのイベント。あ、よかった。これね、なんか体感費なんだけど、なんかね、覚えづらい、覚えづらいっていうか、すごいね、あのバット能力がつくときすっげえつき方するからね、嫌なんだよ。はいはい、色物、はい、イケメン、こっちのイケメンは何も覚えてないんだわ。哀愁漂うイケメン、あ、待って、スピード富士いらない、外して、それマジ、あの乱用されることもあるやつ。キクマルビーム、あー、面白い。さて、最後の総仕上げに入るわけですが、 97% ですね。セーブしましょう。大丈夫かな、なんかもう、あ、セーブデータ一回消しちゃったんで。これがすごいんですよ、チーム一戦パッパの方ね。あんちゃん、みなみけんたろう、真田源一郎、ピヨシで総合チーム力100とかいう。あっちのネタガチチームとこっちのマジガチチームどっちが強いか試してみたいな。これね、あんちゃんを入れるときはね、絶対ピヨシと一緒に入れるんですよ。そうするとあんちゃんがクソほどピヨシと一緒にダブルスで輝く。それがすっごい好き。弱くても勝てますみたいなさ、あれが本当に好きで。監督、あら、監督、お前たち遊ん、はいはい、おい、ふざけんな、それなんも上がらないやつやんけ。確かあれなんも上がんないよ、なんも覚えてない、覚えてないっていうか、上がってないっていうか、表示されてなかったよね今ね。最低、最悪、クソ監督、死ね。クソもう、やつ当たりだ、走り込めお前ら。最後の1週間はダッシュだよ。許さねえ、まあ、ルーズの効果がそこまで出なかったのはまだいいんだけどさ、たまーにね、ルーズだとね、遊びに行った時にね、遅刻したりするんですよ、バカどもが。誰とは言わないけど、今ルズになってるの誰だっけ、それすら覚えてない。わー、リセットしていいですか。ちょ、待って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 、ちょ、今のは納得いか、待って、そっか、あれ7回目の遊びなのかな、もしかして。ちょ待って、ちょ1回だけ試させて。あ、大丈夫そうか。あー、ダメでした。お前たち、はい、あー、これ試合前に
あれが上げられない、どうしよう。ちょっと待って、 100% にしたいんだけど俺。ちょっと待ってよ、もうやだ、あの監督誰誰あの監督、誰が連れてきたの、どこの監督、訴えてやるよ俺が。くっそー、許さん、ガチで許さん。あのなんだっけ、佐伯だっけ、佐代だっけ、忘れたけどさ、なんかね、あいつね、あの評定のメンバーをチーム内に入れた状態で10回だか20回だか遊びに行くと出てくるんですよ。20回は遊べねえな、10回かな、10回ぐらい出てくると、遊んでると出てくるんだけど、はあ、はい、もうラストに練習試合やってやめる、ていうかもう1回ここで動画ティルティルってなんだ、1回動画切ります。はい、もうダメだ、1時間もやってるもん、少ないよ、ゲームは1日1時間までだよ。Yeah.